中国だと曹操よりも劉備が人気だと聞くけど、日本だとどちらの方が人気なのか興味があるゆっくり霊夢です。昔は何か劉備一択と言ってもいいほどだったけど、なんか拮抗してきたよな。どちらも弱小勢力から上り詰めた傑物なので好きな、下克上が好きなゆっくり魔理沙だぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは淳育の息子である男、淳雲とその一族を紹介しようと思うわ。彼らは曹操一族とつかず離れずの距離を取り続けてきた男たちなのよね。淳育というと、当初は曹操様に仕えて多大なる功績を残してきた名臣なれど、最後は曹操様と仲違いした男か。そんな男の息子が義でどういう風に生きてきたのか興味があるぜ。さて改めて紹介するのは淳雲、あざなお朝鮮。父親の一件があったせいかもっぱら曹一族とクソほど仲が悪かったものの、のらりくらりと変わりゆく王朝を生き抜いてきた男。彼は一体どういった人物なんだ。淳雲は予習衛戦軍用院県出身の人物で、先に述べた通り曹操に仕えて多大なる功績を残した淳育の息子よ。淳育の功績は曹操に仕えている臣下の中でも特に多大だったもんで、曹操は自分の娘である安陽公主を淳育の息子で今回の主役である淳雲に嫁がせているの。曹操様としてもこの時はまだ淳育とは仲違いをしていないので密接に繋がっているぜ。そうじゃなくても淳育は影響力がある男だったからな。しかしそんな淳育は212年に漢王朝を見捨て、義侯になろうとしている曹操と対立する最中に50歳で病死し、その子である淳雲が後を継いで古本中郎将に任命された。これより前のまだ淳育が生きていた時代、この時から若干曹操の息子である曹丕と曹植の間で後継者争いの戦いが起きていて、曹丕はこの戦いに勝つべく霊を曲げてまで淳育にへり下っていたの。こうして曹丕は着々と後継者争いに勝つ準備をしていたものの、そんな淳育が病死すると淳雲は曹丕を見捨てて曹植と付き合うようになったの。まあこれだけならまだ良かったんだけど、淳雲は曹丕のマブダチであるか交渉とクソほど仲が悪かったため、曹丕は淳雲を憎むようになったの。むう。彼のお父さんは曹丕と仲が良かったってのにな。なかなかどうしてうまくいかないもんだぜ。淳雲はいつ頃亡くなったのかは書かれていないのでわからないものの、その後間もなくして病死したようね。くしくも父と同じく主君に憎まれて病死したってのもちょっと不思議ね。しかしながら淳雲のこの循環、淳翼は曹丕の甥にも当たる人物だったもんで無事に曹丕から寵愛を受けられたみたい。そういえば淳雲は曹操様の娘と結婚していたな。そのおかげで特に一族は災いを受けずに済んだってわけか。淳雲の死後、循環が彼の後を継いで三期常侍となり、公用豪公にも任命されていた。しかも淳雲の弟である淳具は推中将、淳臣は大将軍十字中郎として義国に名がとどろいていた。しかし彼らは早くに亡くなり、淳官に至ってはわずか30歳で病死したみたい。なんだこの一族。ことごとく短命なんだけど、淳育もわずか50歳で亡くなっているしな。三国時代の平均寿命は短いとは言っても早くに亡くなりすぎだぜ。まあ淳雲の弟の淳義は秦の時代まで生き延びて主君にまでなってたりするんだけどね。もう一人の淳雲の子である淳翼は奥さんが芝一族で後に義で大きな権力を握ることになる。芝氏、芝将の妹であったため芝氏、芝将の両名は淳翼を手厚く重用した、みたい。その証拠に淳翼が病死した後、彼の朝廷での功績が凄すぎたということで彼の息子が出世しているからね。漢王朝、そして義、秦の時代になってももてはやされた一族だったわ。短命な人が多いのがちょっと残念だったけど。それでも強い影響力を持っていた一族だったぜ。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。もしかしたら淳育も淳雲も主君に疎んじられたストレスみたいな理由で亡くなったのかもしれないな。昔の人物には憤死している人も多いし、そう想像すれば色々な妄想もできると思ったぜ。
それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。